この秋の陽気に誘われて出てきたんでしょうか。はい、大きな道路をゆっくりと横断しているのは猿です、はい、体長を見ますとやや大きい猿のようにも見えます、この映像は午後1時ごろ東区の東桜で撮影されたもので、警察によりますと今日午前中から午後にかけて猿がいるという通報が名古屋市内で相次ぎました。繁華街の中区栄での目撃情報も確認されているほか、午後3時現在厚田区にある西高倉の交差点付近で確認されたということです。これまでのところ怪我人などの情報は入っていません。新しい情報が入り次第お伝えします。